The wheel of fate is turning. Rebel one, action. これ数字合ってますか皆さん。この二人はタイトツーンを組んだりしたら面白いのにね。キャラは強いしね。まあ立川八王子でやり込んでる若者としては
水木くん前は春日さんだけど、いや春日さんまたね、なんかね、春日さん出るのとか言ったら、あまた水木と出ますとか言ってたけどね、いや伸びしてた水木振られるよみたいな振られるよ。さあだいぶだいぶダメージを稼いで、まとい切り状況、うん、なるほど。やばいよね。おっと補正が激しくて浮き目が取れた。鳥鳥ジャンプで暴れている。投げなんか投げ置いてんだよな、トマトかな。まだ空投げのリターンが高いからそうなんだよね。うん、さあバスを切るしかない水木くんですが、捨てやれ。お互いの俺の技強いやろ選手権みたいなさあ下段ガード、ちょっと動いたところ下段が立って、うん、コンボミス、おお、コパンバレ。さあ姉がいなくなっている下段ヒット、おっとコンボミスですが、BSC、おっと、キラヌルは当たらないが、さあこれはでもトマト有利状況かな。ボランテヒットですが、オーバードライブがありますよと、ナイフ抜けて、割れてしまった。またね、そんな減らなくていいんだよっていうぐらい減るからね。軽いね。命も軽いし、なんかね、ダウンも軽いよね。なんかダウンした時は軽いよねあの、なんかの、重みがないダウンにうん、やっぱ、そうやっぱこれカルル対、まあ僕狭間使ってるの狭間だったら、こっちのダウンはちょっとちょってなるんだけど、お互いダウンが軽いかな。うん、出るね。出るシークレットパラディン状態である。カットしてくれるからね、やっぱね。カットに入って、あはは、危ない。おー、そう、さすがにジャスガクのシステム俺覚えてないけど覚えてないし、あのゲームほとんどやってないし。さあそんなこと言ってると2プラトンが帰っていく可能性がある。あ、そうなんだ、なるほど。おお、おしっかりガードしていたが、次の下段に引っかかる、バグだと思います。さあこれはプラトン返しできない。死ぬのこれ、まさか、まさか死ぬのこれ、まさかも何も死ぬさみたいなね。わかるー、わかるー。さあ上空機にアニマを使っているが、めっちゃと思ったけどそうでもなかった。あ前パターン相打ち、うん、え、うそ、そんなことあったら事件ですよ。おファージがうまい、前捨て下段、なるほどな。あとジャンディが出ているが、オーバードライブ、あアニマ倒せるのか、さすがに無理か。え、なになになに、今だって一回ダウンしたじゃん、普通に繋がっちゃうのこれ、ちょっとわかんないですね。
おっとちょっと溜まったからオーバードライブして、あディスゲーム、あなるほど、さあなんかトマト分かってて技を出そうとしてたっぽいですけど、まとい切り、まとい切り、誰脱出、ダメが強い、リバチェ中段、さあ中央はめくりが追加される、まあ、中央だからね、それは裏回り増えるよねみたいなね、うん、あ、ホッパーまで、さあ熱波通しのジャンプディはしっかり最速を取っていくが、なかなかないね。さあパイプテーション見てからしっかりビバーチ、おっと無理やりねじ込んでいく、飛んでもつくからしゃがみしするよみたいな、わかる、コパンどうせリセット、ゲダンガード強利択中段当たって死んだじゃん、あごめんなさい、さあこれは水木チャンス、水木チャンス、ノーチャンス、さあバースト切っていく、バースト切るしかなかった、水木チャンス、とりあえずビーム打ってラッキーのフォロー、さあゲージがなくなって、これ水木君的には結構美味しい形ですが、あ今パピは当たっても増えてないからさすがに増えないのでは、うん増えないね、さすがにね、お嫁殴りが高い、嫁じゃねえ姉殴りおうまい、かくっている、うまい、今のはなかなかうまい、笹流星連呼するだけあるな、この羽殴り調べて聞き方のあるすごいね、ね ABAB つながるっていうのはなんか知っておいてこないとわからないから、いや、やむを得ず、あ、強いよね、なるほどなるほど、さあトマトが3連勝している状態、切りは上、これは完全に水木くん焦っている感じですか、オーバードライブバックステかな、コパコパガードがうまい、あとは裏、裏に入っている、あ止まれた CT からコパンで動かして、さあ切りを選択、また切り、さあ姉がちゃんと死んでいるんで、少し今指、おっとまたびらーっとコンボイス、水木くん焦っているのか、追尾バックステヤビしゃがみしをねじ込んでパーミテーション、あ始まってしまった、まあ、これは頑張っているがちょっと厳しい、ヤブシ中段 BB に C から BBC OD やばれ、なるほど急投げ、5番バックテ、下段、さあこれは水くんが取っていく、
読んでいる。やはり荒船戦は霧のさばきが非常に大事だと思うんですけど、僕も追尾切りはどうすればいいかよく分かってないんだな。狭間ね、テレビはね、走ればいいんですよ。これはまだ残る。中断中断、なかなかやるねトマト。さあ姉さん壊れている。これは飛びを通して大手暴れ。ダメージ重ねるのは強いんですが、ね、ちょっとよく分かってねえな俺も。結構さっき千葉くんがなんか 2A 重ねてて勝ってたんだよな。とりあえず OD していく。引っかかった。さあ熱波を 2B で潰して方向でバインからの奥攻めついてくると思いきや OD があるぞ。オーバードライブ生になっています。スカシゲダン。さあ再落印はできないんですけど、うわーさあバースト使う。なるほど、まあ、形は水木くんに有利な気はするんですけど触られてしまうときつい。ジャイクダイクからジャヘしながらブリオっていうのは、ああなるほど。ゲダン、さあ当て目取り返して 1-1。追尾のさばきがよくわからない。俺もよくわからない。まあ、しかし楽にはだいぶそんなに溜まってない。さあ上空ですがボランテ投げ抜けている。めっちゃよかった。窓切り、さあこれは楽にスタートしてしまう。姉さんもいない。おお、うまい、うまいというか頑張っている、すごい頑張ってる。揺れ通して、さあこれは安く済んだか。かなり安く済んだ。うまい、水木君の頑張りが出た。中段に合わせてオーバードライブ、バックジャンプを使っていく。割れてしまって、音安い。どこ後転通った。バックステー CB、 ジャンプが強い。危ない。さあ無理やり触って、これは足りるの。お、さあ表裏タグ。
Wheel of Fate is turning. Rebel one. Action. さあここから水木君取り返したい。簡単落としてバックステが通る。チャーシューの先端、さあかなり気まずいことになっている。さあゴディをオーディで良ければかけたんですが、ゴディガードでオーディになっちまった。さあ表裏をしっかりガードしているが頑張っている。さあ次の中段で引っかかって、中段ここはダメージ重視で足りちゃいそう。鳥が空振りですが、平野が空学か、まあ、バリガーできるんですけどね。さあランセシャトーマーとブリオ、これ逆に高い位置になってダッシュボタンが強いな。シャークチョコチョコしっかり取っていく。ゴビセタン距離タグはバックステゲーなんか引っかかる。まあ、オーディがあるんですけども、体力がかなり下がる。投げ。どっち？オーディ使う。ここを使うと、相当頑張らないと。お、危ない。え？中段崩れている。あ！しかもこれずるいことになってたぞ、今。ボランティ来てるんじゃないの？来てない。ゴーシが長い。あとまたアクティブフロー入ったのかな ?7 まで戻っている。さあ逆に水球が0になってしまった。ご賞金ここはバックステ。このバックステは結構、うまいことさばけてない感じ。ファミのヒット ?2 マッチ。下段卓これは分からんな。うわ当たりそうだな。あこのパーツはさすがに足りなそう。オーディしたらどうか分かりませんでしたが、あーっとビーバーチェジャンピーで潰して勝ったな。ギケトマとアラクネ5人。Thank you.